妖怪人間ベム、やっぱりあんた博士なんだろ、うん、尾形新作なんだろとベラに言われても、うん、私に名前などありません、まだ思い出しませんか、私はあなたたちと同じなんです、兄弟なんですよと答える帽子の男、研究の過程で不老不死の体を手に入れ、うん、尾形新作でありながらもう人間ではないとも思われたが、うん、真実はそうではなかった、はい、私はあなたたちのように体というものを持ち合わせてはいないのです、うん、つまりベムたちと同じ境遇の別の細胞が増殖していったもので、その本体はあの緑の液体であり、はい、心臓が悪かった博士が研究途中で急死した際に何とか生き延びたいと願ったあの緑の液体は博士のただの死体に入り込んだという次第、はい、で一方ベムたちの誕生はそれから後のことで、うん、あのオープニングタイトルで流れている映像こそがその瞬間だったわけなんですがね、はい、ベラがなんてこった、ただ生まれちまっただけなのかい、誰にも見守られることなくただという言ってみれば成り行きの産物、なるほど、そして、うん、人間を犯罪に導いているような行動をベムたちに非難されると、名前のない男は意外にも、うん、私もあなたたちと同じように人間を救っているだけですよ、うん、夏目刑事の一件に関しても私は彼に事実を教えただけです、うん、息子は殺されたと、うん、つまり私が背中を押すまでもなく人間はすぐに悪へと傾くのですよ、はい、さらには、うん、面白い生き物ですね、人間は善と悪が混在している、うん、それなのに彼らは悪の部分を自分の中に隠し込もうとする、うん、それは苦しいことです、うん、だから私は悪の感情を解放して差し上げる、その後でどのような悪に手を染めるかはその人間がもともと持っていた悪の心次第、鼻からそんな感情がなければ何にも起こりゃしないのです、うん、人間が善と悪の両方を合わせ持つ生き物であることを知っていただきたく、あなたたちの身近にいる人間たちの感情を解放してきた、うん、でなぜそんなことをしたかというと、はい、そうでもしなければ私を受け入れてはくれないでしょう、うん、私も人間になりたいのです、うん、実は私なりに研究を進めた結果、うん、人間になる方法が見つかりました、はい、簡単なことでした、うん、我々は人間になるための細胞が2つに分かれて誕生した、うん、これはある性質によって分けられたのです、うん、善と悪、うん、あなたたちはどんなに疎まれようが人間を救おうとする、うん、それはあなたたちの性質だ、はい、つまり善、うん、そして私は人間の悪を解放することを自らの存在意義だと考えている、はい、私という悪をあなた方の中に取り込むこと、うん、それが唯一人間になる方法です、うん、さあ悪を取り込みなさい、さあ凄んでましたね、うん、あれだけど3人に取り込まれたら名前のない男っていうのは3つに分かれるんですかね、多分ね、はい、ベム、ベラ、ベロそれぞれと融合して、はい、3人の人間が出来上がるとですね。でもほんな名前のない男の意思っていうのはどうなるんですかね、そこがポイントなんでしょうが、はい、いわゆる人間の悪の部分に関しては、うん、あの名前のない男のものがこれ現れるかもしれない、はいねえ、うん、うん、果たしてベムたちは、うん、あの緑の液体を悪を取り込むことによって人間になりたいという願いを叶えることになるのか、選んだらダメですよちょっと最後までええやつでおらんとダメ、ああね、うん、で、はい、ちなみに43年前のテレビアニメの最終回では、はい、亡者のホラー穴で妖怪姉妹と戦うことになるが、彼女らは人間の魂を抜き取りそれを食べて生きながらへ洋館に住んでいた、そのことを知ったベムたちは洋館へ退治に向かうが、そこで偶然にもベムたちが人間になる方法を知ることになる、いわゆる魂の移し替え、しかしその方法は一人の人間の犠牲が必要になる、結局ベムたちは人間になることを諦めた、ただし諦めた理由は他にもあって、人間になってしまうと悪い妖怪を見つけることができず人間たちを助けることができなくなってしまうから、そして最後は妖怪が洋館にいることを知った警察が火をつけてしまう、当然その中にベムたちがいることを警察は知る由もなく、燃え盛る炎に包まれやがて姿が見えなくなるベム、ベラ、ベロ、焼け残った洋館には妖怪人間たちの遺留品が映し出される描写だけ、ベムたちは焼け死んでしまったのか、それとも脱出して生き残ったのか、うん、結局わからないまま物語は終了、うん、
まあ基本的にはね、不死の体を持ってるはずなので死なないんですよね。ただまあターミネーターじゃないですが、ひょっとしたら全てが溶かされてしまった、そういう風に思うこともできる、いわゆる見てる方の自己犠牲に対する感覚がそこに現れそうな気もするわけで、はい、ねえ、今回のドラマではどういう結末を描いてくれるのか。さてさて、そんな妖怪人間ベムに大詰めの今回もあの方からメールが届きました、はい、思いが通じたのか、夏目刑事の役お好み焼きを見ることができ密かににんまりしている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。妖怪人間ベム第9話、今回はほぼ前編、ベムベラベロの誕生秘話に関わる物語でしたね、アニメでは描くことのなかった謎の部分を掘り下げドラマを展開させたところが実写化ならではの新境地といったスタッフたちの熱い思いを感じました。どちらかというと原作アニメ実写映画と全く同じドラマを展開する安全なパターンが多いので、今回の妖怪人間ベムはかなり意欲的でチャレンジャーな展開と言えるでしょう。その安全なパターンの代表作といえばやはり明日のジョーですね。ドラマとしての隙間がないのでいじりようがないということもあるのだと思います、うん、昨年ヤマピーが矢吹ジョーを演じましたが、実は遡ること40年前、1970年にも実写映画化されています。その時は当時飛び出す青春などでいわゆる不良学生の役などを演じることが多かった石橋庄司さんが矢吹ジョーを演じていました、うん、去年たまたま CS で見る機会がありましたが、セリフの喋り方といい、その態度や仕草、ファイトシーンに至るまでアニメのイメージに忠実な感じでそれなりに楽しめる内容となっていました、うん、でやはりリキースとの戦いで映画は終わるという内容で、原作を映画にしたというよりも当時のアニメを忠実に映画にしたというテイストなのです、はい、2010年版もほぼ同じ内容ですね、うん、いつかホセメンドーサとの戦いでジョーが燃え尽きるところまで実写版で見てみたい、そう願っております、うん、妖怪人間ベムもいよいよ最終回、ジョーのように燃え尽きるのか、それとも善と悪が融合して新たな生命が生まれるのか、はたまた善なる姿のままアニメ同様消え去ってしまうのか、その最後の姿を気合を入れて見届けたいと思います、うん、ということで妖怪人間ベムの最終回、しっかりと楽しみにしたいと思いますね。はい、